AC に入って大体今2年少しぐらい経っています。AC、まあ、格闘技をやるのはもともと昔からやっていて、で、まあ、今時間があるんで、まあ、仕事のことを忘れるというので、まあ、やり始めました、まあ、とてもリラックスできます。澤田龍斗13歳楽しいから将来自分もやりたいなと。私の名前は藤井恵です。格闘技はもう20年近くやってるんですけれども、すごく自由に好きなことをできるので、ストレスも発散できるし、すごくみんなとコミュニケーション取れて楽しいです。そうですね、格闘技は私にとって人格形成の場になってます。自分の弱いところを強くしてくれたりとか、すごく成長するのに役立ってます。中西圭介44歳会社員です。格闘技始めたのが37歳の時で、ちょうど娘が生まれた時です。強いパパになりたい、見せてやりたいということで始めました。で、今44歳ですけども、まだまだ強くなりたいと思って毎日トレーニングしてます。よろしくお願いします。 Hello everyone, my name is Hua Hong. I go to Temple University, and the reason why I train is because I feel that martial arts is really the only way that I've found that I can really express to myself and perhaps maybe even to others what I'm made of as an individual. I get to show others my spirit. And so with that, I do what I can in training just to really prove to myself how just the limits to my own personal ability. And by finding out about that, I can perhaps live a more full life, and with that I can be content. AACC の阿部博之と言います。総合格闘技をやってもう10年になります。まあ、僕は選手として試合をしたりとかいろいろした、今までレスリングやったりですね、総合やったり柔術やったり、自分がやってきたことを、みんなに伝えたいなと思いまして、それで、ちょうど、8年前ぐらいに ACC を立ち上げました。ACC はね、すごい、格闘技をすごく楽しむ人たちがみんな、やってきてですね、いいコミュニケーションの場になってます。あとは、まあ、日本の場合はね、武道、武術っていうのがあってですね、そういう格闘技に対してリスペクトがすごく大きいと思います。またちょっとアメリカとか他の国とのオーディエンスの、ね、違いがかなりあると思うんで、日本の格闘技としてはすごく喧嘩とこう重ならない、喧嘩に近くはないという、まあ、精神的なそういう学ぶべきことがたくさんあってですね、すごくマッチしてると思います。気抜いちゃダメ、自分から仕掛ける仕掛ける、トリック。そうですね、将来的にはですね、僕はキッズレスリングの教えることもやってまして、子どもたちがね、こういろいろこう成長していく過程の中でいろんなことを教えて、それで、まあ、総合格闘技とかね、そういうものにこうやりたい人は総合格闘技やると、そういう道筋を作ってあげたいと思います。やりたい人はとりあえずやってみる、ことが大事だと思います。何事もやってみるっていうことが大事だと思うし、やり続けるっていうことが大事だと思います。東京はすごくいいですね、ロケーションというか、まあ、格闘技のジムがすごくたくさんあります。簡単に言うと一駅一駅に道場があるような感じですね。まあ、日本でもやっぱ珍しいというか、東京はすごくたくさんジムがあって、すごく練習できる環境はいいと思います。